ブラバム BT55 は、ブラバムが1986年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーのゴードン・マレーが、ブラバムで最後に設計したマシンである。フラットボトム規定以後の F1 マシンは、ターボエンジンの強大なパワーを路面に伝えるため、大きなリアウィングを装着して、ダウンホースを獲得する手法を用いていた。リアウィングに、 クリーンな気流を当てるためには前方にエンジンカウルなどの遮蔽物がない方が望ましかった。また、車体の全面投影面積を減らすことはトップスピードと燃費性能の向上につながった。BT55 の開発にあたり、設計者のマレーは徹底して車体の前高を低くするコンセプトを打ち出した。シャーシサイドはドライバーの肩が露出するほど異様に低く、 ステアリングはフロントタイヤの高さよりも下にあり、ドライバーは寝そべるような格好で登場した。直列4気筒エンジンは V 型エンジンに比べると前高が高くなってしまうので、BMW が左に72度傾いた M12、13、1エンジンを開発した。クランクシャフトが車体、中央線からずれるため、バイズマンが専用7足ミッションを開発した。 コックピット後方の燃料タンクも横長になったのでホイールベースが延長された。BT55 の平たい得意なフォルムはフラットフィッシュ、ローライン、スケートボードなどと呼ばれた。しかし、新開発のミッションは信頼性に乏しく、エンジンもコーナリング時の G で潤滑に問題が発生するなど熟成不足によるトラブルが多発した。さらに5月のポールリカールテストで エリオでアンジェリスのマシンがクラッシュ、炎上し、デアンジェリスが死亡するという悪夢にも見舞われた。あまりの不調に、第9戦イギリス GP では前年型の BT54 が投入されるなど、シーズンを通して不審に終わり、わずか2ポイントの獲得に終わった。マレーは完全に私のミスだった、短時間で多くをやろうとしすぎたと回想している。 BT-55 の失敗により、ブラバムを去り、マクラーレンに移籍することになるが、BT-55 のコンセプトの正しさは2年後の、マクラーレン MP4-4 で証明されたと述べ、88年のマクラーレンは、マールボロの皮を被った、BT-55 だと表現している。MP4-4 に搭載された三軸ギアボックスもマレーがバイズマンに開発させたものだった。 スタッツ F1 ブラバム BT55 STATSF1.com 2010年8月23日閲覧ブラバムワイズマントランスミッションズ2010年2月9日閲覧 AB F1 レーシング日本版2008年5月号三 a 書房80ページ AB レーシングオンブラバム特集号三 a 書房2011年 68ページ。ISBN 9長7847億7961万1759ありがとうございます。